東京の疫学調査対象、高齢者など重症化リスクの高い対象に絞るらしいですが、ひろゆきさんどう思いますか。もう医療崩壊してますよね。クラスター調査もしないということになったので、なので、まあ、若い人たちがなってもしょうがないし、もう追うこともできないっていうのがあるので、東京都で10歳の女の子が、イギリス変異株のコロナにかかったみたいなのがあるんですけど、まあ、そんな感じで東京もそこら中にイギリス変異株の方がいるっていう状態になってると思うので、なので、まあ、東京中で多分イギリス変異株が広まって、で、その後、地方にもそれが広まって、で、日本中の感染者数っていうのは増え続けるんじゃないかなと思います。学校閉鎖しない限り多分変異株止められないんですよね。子供って、まあ、例えば幼稚園とかって、まあ、口に入れるし、唾液そこら中につけるしで、多分幼稚園の中にその変異株を持ってる子供がいたら、ほぼ全員感染すると思うんですよ。そのマスクとかももう無理じゃないですか。室内でわーわーお互い大きな声で喋り合うし。なので、その変異株を、まあ、その幼稚園中で感染させて、家に帰って家族に感染させるってなるので、まあ、イギリスが学校を止めてますけど、多分もう広まっちゃったら学校を止めないと無理なんですけど、今の緊急事態宣言って学校止めるってなってないんですよね。でもうその10代の子が感染したっていうのは事実としてあるので、多分小学校とかでどっかで感染も広まってると思うんですよ、その子の行って学校は。でその子の行ってた学校とそのご両親とかに広まるって、それでもう今もうそのクラスターを追ってないので、多分そこの職場とかでずっと広まってるので、多分もうイギリス変異株東京止めるの無理だと思うんですよね。はい、これ別にまあ、ある程度予測と想像で喋ってますけど、なんかそんなに外れないんじゃないかなと思います。はい。